皆さんこんにちは、イーズ修社員杉村優太です。今日は汚れ落としをやっていくんですけれど、クリーナーの使い方をご紹介できればと思います。というのはホームページからご連絡がありまして、使い方がいまいちなんだよねということで、教えてほしいよということでした。まあ、一連の流れを取ってみますので、こうやって使うといいよっていう簡単な方法を紹介したいと思います。ご家庭で靴磨きチャレンジしていただく際の何かワンポイントとして吸収していただければ嬉しいなと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。では汚れ落としをやっていこうと思います。今回まだこの靴はまだ何もしてない状態です。紐と取って出力だけ入れた状態ですが、ホコリを払っていきましょう。まあ、ここは分かる部分だとは思うんですが、まあ、これは外バネなので、しっかり紐がシューレース部分、レースステイなんて言いますけれど、そこをしっかり開いていただいて、間に入ってしまったホコリを取っていきます。ベルトの、この辺ですか、間の部分っていうのは結構ホコリたまりやすいので、角がブラシの角が入るようにしていただくといいと思います。グリグリと取っていただいて、でこれがもしやりにくいなっていう感じがしましたらですね、こういった歯ブラシみたいな道具がありますから、これを使っていただくといいと思います。これでしっかりかき出すんですね。ではこちらもホコリを払っていただいてから、クリーナー類を使っていきます。さあ、では、まあ、左右で正直言うと汚れ方は違うので、あまりこう参考にならないかもしれないんですが、一応残しておきます。今回は右足をやっていきましょう。左足は手をつけないでいこうと思います。そして、さっき馬のこのブラシをホコリ落として使いましたが、まあ、これはこれで終了です。次に使う道具ですね、これ液体のクリーナーと、これ固形のクリーナーです。ちょっと見にくいかな、まあ、両方ともうちで販売させていただいているブリヒトアッシュさんが作っている製品ですが、これを使っていきます。まずはこの固形のクリーナーから使っていきます。これはワックスなんかを落とす非常に強力なローブンを溶かしてくれるクリーナーですね。これをじゃあ開けて、ちょっと量が少ないですけど、こういうペースト状のクリーナーです。よいしょ。じゃあ左足は残して、右足をやっていきましょう。このぐらいの位置がいいのかな、こんな感じですけど、どうでしょう。こんな具合です。ちょっと外が明るいんで、もしかしたら見づらいかもしれないんですけど、まあこんな状態ですね。はい、まずはクロスを、まあこれ綿のクロスです。うちで売ってるダスタークロスなんですが、まあ、指にしっかり巻いていただいて、クリーナーは、この固形のクリーナーはちょっと分かりづらいですけど、いや、明るいかな、どうだろう、こんな具合です。あんまりこうべちょっとは取っていません。表面をなする程度にうっすら取る程度です。でこれで最初は皮の上になじませるように、塗り込むというよりなじませる感じで伸ばしていきますので、でそこからちょっ
と力を込めて押し込むように拭き取っていきます。そうするとこんな感じです。でこれまだ1回目なのでこんな感じですね。でこれを、まあ、靴全体にかけていくわけです。で乾燥してる具合等によってあんまり取れてるように見えないかもしれないんですが、革の表面に乗ってるものをこのクリーナーは取るイメージですね。中じゃなくて革の上にいるクリーナーを取るイメージです。まずは外側から一番外部というんでしょうか、そういう部分からきれいにしていくイメージです。ちょっと乾燥してますね。で乾燥しているんですが、クリーナーはちゃんとかけてあげた方がいいです。ちゃんとかけてあげてからクリーム塗る方がしっかり浸透もしてくれるので、この工程は絶対に外さないでください。じゃあこれが今1周としましょう。2回目に行きます。クリーナーにもいくらか水分と溶剤っていうものが入っているので、ちょっとこうしっとりしますが、決してこれ保湿できているわけじゃないので気をつけてください。まあでもまだ取れますよね、うっすらと。これがワックスが表面仕上げ等がしてある靴でやった場合、この指でなすってる部分っていうのはもう真っ黒になります。ただこういうふうにワックスをのせてないクリームだけでケアをしてるあの靴っていうのは、まあ、使ってるクリームにもよりますけれど、色がないニュートラルなものを使ってればこんな感じでうっすらと取れてくるわけですね。まあ、でもこう油分、老分というのはクリームの中にいくらか入ってますので、そういうものが表面に残ってると良くないですから、そういうものをしっかり落としてからやっていきましょう。固形のクリーナーで取った汚れですね、表面にある汚れを取りました。こんな感じです。では液体のクリーナーを使っていきましょう。だいたい液体のクリーナーというのは分離しているのでよく振ってください。よく振っていただいて、1回に取る量はこの、まあ、500円玉10円玉とかいかないぐらいの範囲をしっかり湿らせる感覚です。そしてアッパーを手早く伸ばしてなじませるイメージです。でですね、液体のクリーナーはまあこの程度なんですけど、1回目でがっつり取れるっていう感じではありません。回数分けてクリーナーをかけてあげるイメージで使っていくといいです。でこの時はあんまりこうゴシゴシと擦るような感覚でやらなくていいです。擦りすぎてしまうとどうしても革の表面を傷めてしまったりすることがありますので、気持ちこう指圧でグッと押さえてあげるような
感覚で行ってもらえるといいと思います。で、同じところを何回も何回も繰り返してやらないということも重要です。僕今パーツ分けして1,2,3という感じでやっていますけれど、まあ、つま先だけずっとぐわーっと何回も何回もやるというよりは、回数に分けて、回数は分けてやっていくっていうことが大事ですね。徐々に取っていくっていうイメージです。どうしても部分的に汚れてしまうとそこに集中しがちなんですが、皮を傷めてしまうことがあるので、そこは気をつけてあげてください。まあ、回数を分けて丁寧に落としていくというところ。液体のクリーナーにはいくらか水分とか入っていますので、こういう固形の、クリーナーなんかよりは水分が入ってますので、またちょっとしっとりしてくるんですけど、まあ、これも保湿してるわけじゃないので気をつけてください。必ずここで終わっちゃいけないです。この後にしっかりクリームを入れてあげるようにしてあげてください。こうやって回数を分けていくと、まあ、ちょっと徐々に取れてくるんですよね。なので、まあ、ここは根気よくいきたいと思います。まあ、やりすぎも皮を傷めてしまうので、回数は厳密に何回やるといいよっていうものはないんですけれど、 3,4 回ぐらいやってくるともうほぼほぼいいと思います。でシミを抜きたいよとか、なんかこびりついた汚れがあるっていう場合は無理に落とそうとせずに、靴磨き屋さんとかに持っていっていただくのが一番いいです。いろんなやり方が正直あるんですけれど、結構ご家庭でやっていただくにはギャンブルだったりすることがありますから、まあ、無理のない範囲でこうクリーナー等はかけていただいていいと思います。これが今3周目ですね。でたまにですね、こうクリームがぬるっとしてくる時があったりするので、そういう時は、まあ、クリームというかローブンですね、クリームとかワックスのローブンが取りきれなくてぬるっと出てくることがあるので、そういうのもちょっとこう気にしながらやっていただくといいです。でそれ残しちゃうとちょっと良くないので、液体のクリーナーで取りきれないなっていう感覚があれば、ワックスを落とす固形のクリーナー、ハイシャインクリーナーなんていう商品名前で、売ってるものがあるので、そういうものを使ってあげてください。さっきのこういう固形のクリーナーですね、こういうもので繰り返し落としてもらえるといいと思います。ちょっと内側に強く汚れが残ってますね、この靴は。でここでなんか取れないな、すごいいっぱい取れるなっていうことで繰り返しちゃうと、
皮を傷めちゃう原因にもなるので、まあ、気をつけてやっていきましょう。で、古いクリームだったり汚れというのが取れてくると、こう皮がちょっと、なんて言うんでしょう、乾燥したように水分が抜けてマットになるような表面になってきますから、そこまでいけばもうほとんど OK です。逆にこうかけすぎて油抜きすぎる必要もないので、なんかこう全部カラッカラにまでしちゃうと傷めてしまうことありますから、ある程度のところで止めていいです。お家で靴磨きで汚れ落としをしていただくっていう場合はそのくらいで OK だと思います。まあ、こう何回かに分けてやりながら様子を見ていくといいでしょうね。もう一回ちょっと固形のクリーナーを使ってみたいと思います。このもう一度固形のクリーナーを使うタイミング、まあ、パターンというか、どういう時にやるといいよっていうのは、一つこれは職人だから分かるっていうことじゃなくて、皆さんでも分かることなんですけれど、ちょっとこうクリーナーをかけていると、まあ、液体のクリーナーって溶剤が入っているので、ローブンとかワックスを取っていくときに実はあんまり取り切る能力ないんですね。で、表面一瞬溶かすので、ローブンとかっていうのが実はちょっとこうキラッと光るんですよね。ちょっと今これ鈍く光ってるんですけど、若干ローブンが残ってます。こういうふうに鈍く光ってる部分、まあ、皮の元々のツヤじゃない光り方っていうのがあって、なんかこうワックスが残ってる感じっていうのは実は手先にも伝わってきます。ちょっとこうぬるっとした感じですね。そういうものが残りつつ、なんだかキラッと光るなということがあれば、こういう固形のクリーナーをもう一度使ってみてください。そうすると割と取れるので、まあ、かけすぎは注意するところではあるんですけれど、クリーナーをかけたのにキラッと光ったっていうことでしたら、ワックスとか残ってますから、それは取っちゃって OK です。まあ、ただその光ってる具合っていう判断が実は難しいんですけどね。まあ、これは正直言うと経験なんですけれど、まあ、でも今回これで落としきっちゃうので。映像ではありますが、何か参考になればいいかななんて思います。よいしょ。はい、ということで右足は今クリーナーがかけ終わりました。まあ左右違う靴な、左右で違うので何とも言えないんですが、まあ、汚れ落としをしたらこんな感じになりました。まあ、ちょっと今塗ったり拭いたりしたばかりなので、クリーナーの水分が入っていますから若干しっとりしていますけれど、これが揮発すると少しカラッとした感じになります。まあ、でもクリーナーでこうやって拭いてあげるだけで、この皮の元々のツヤ、ポテンシャルが回復します。
ここにクリームを入れるとさらにしっとりとこう潤ったツヤが出るので、まあ、このくらいまでは落としたいです。ですからステップとしてはこういう表面の汚れを落としてくれるハイシャインクリーナーとかワックス用のクリーナーというものをまず使ってあげてください。そうした後に、この液体のクリーナーを使うといいと僕は思います。表面の汚れをまず固形のクリーナーで落とす、それから皮の中の汚れを吸い出す、油分だったりっていうものを入れ替えるために液体のクリーナーを使うということですね。なので固体のクリーナーを最初で、次に液体のクリーナーを2回目という2ステップの工程を踏んでもらえれば OK だと思います。そしてさっきもちょっとだけ言いましたけど、ワックスがちょっと残ってたりとかクリームが残ってる、キラッと光ったなということでしたら、ステップ1に戻って少しこれをかけてあげるというところで、汚れを落としていくといいでしょう。なので、こういう今日やってませんけど、コバの部分とかソールの部分っていうのはまあ、ちょっと紙やすりで軽くガリガリっと削っていただいたりしながら汚れを取るといいと思います。コバの面はクリーナーかけてもいいですけどね。ソールに関してはキリがないので、ここはホコリをしっかり落としてあげて、ソールのオイルとか塗ってあげることで除菌できますから、そういった方法で、ケアをしてあげていただくといいと思います。以上がクリーナーのざっくりとした使い方ですね。こんな感じです。皆さん、クリーナーの使い方いかがでしたでしょうか。まあ、今回はこの固体と液体のクリーナーの2ステップを主に説明させていただきましたが、ご家庭でもチャレンジしていただけるステップだと思いますので、こういった道具を揃えていただくのも OK だと思います。まあ、ちょっとない方いらっしゃるかもしれませんが、まあ、通販等で買っていただけるといいかなと思います。ごめんなさい。まあ、液体だけでワックスは無理に落とすとちょっと皮傷めちゃったりしますから、まあ、ゆっくり根気よくやっていくっていうところでしょうね。あとは蒸しタオルなんかを使ってワックスの部分をちょっと温めてからこう拭い取っていくと、こう熱で柔らかくなりますから、その蒸しタオルでワックスをグッと拭き取っていただいて、で液体のクリーナーで全体を拭いていただくっていう方法もあります。そういうのもやっていただくといいかもしれません。今日はこんな感じでした。何かご参考になったら嬉しいなと思いますので、ぜひご家庭での靴磨きチャレンジしてみてください。よろしくお願いいたします。また何かこういったことが知りたいよとかっていう投稿をいただければ、できる範囲でお答えしようと思いますので、まあ、ちょっとうちで揃ってる設備っていうのもあるんですけれど、まあ、そういうものでこういうことがチャレンジできます、こういうことができますよっていう紹介できればと思ってますので、もしよろしければご連絡いただければと思います。本日はクリーナーについてのご紹介でした。ありがとうございました。またぜひ、ヒーズ修社員よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。